クワックザルワー作、ヘラルトドー。オランダ語、クワックザルワーは、偽者、詐欺師の意。英語でのタイトルは、ザクワックドクトル。雷電市街の市場での様子で、傘の下の薬売りが薬らしきものを宣伝している。机には大行な風浪がなされていた、証明書らしきもので白をつけている。テーブルには同時に猿が乗っており、これは騙される客を示している。 薬売りの背後には、画家自身が乗り出して、壁から剥がれた紙を見つめている。ヤブ医者とは、適切な診療能力や、治療能力を持たない医師や歯科医師を指す、俗称、別称である。同義語に、用意がある。古くは1422年に、ヤブ医師、1283年に、ヤブ薬師の記録がある。語源については、ことわざ、ヤブをつついて、 蛇を出すからとする説、ヤブ工事、ヤブ苗が、ヤブレンガなど、似て、非なるものに、ヤブの字を関するところからとする説や、腕が悪くて、普段は患者の来ない医者でも、風が流行って、医者の数が足りなくなると患者が押し寄せ忙しくなる、ことから、風で動くイコールヤブという説もある。ヤブのように見通しが効かない医者という説も存在し、この説に基づき、 ヤブ以下の全く見通しのきかない未熟な医者を土手医者と呼ぶこともある。また、ヤブ医者以下のひどい医者のことは、ヤブ医者にも至らない、ヤブにも至らないという意味を込めて、竹のコ医者と呼ぶこともある。ヤブ医者を人名になぞらえて、やぶいたアンともいい、落語などで、ヤブ医者を登場させるとき、この名を用いることがある。ノフとは、田舎に住んで、占い、呪術、 マジナイや悪霊払いなどを職業とする霊能者のこと。白杉悦夫によれば、やぶはもともと仏教後のノフの,のあて字であり、小田徳能、仏教大辞典に、ノフとは、草野の不死。唯一術を介する者、モテカ分の善人に例えるとある。出典は、地義、魔化士官で、また、ノフのごときは、ただ第一術を介して、方に一人を救い、一の保持し、豊かを得。 何ぞ、心能本像を学ぶことを持ちいいんや。第一とならんと欲せば、まねくしうちを見て、広く書質を直せよ。うたた脈しうたたくわしく、数しば持ちいかずしばげがあれば、恩急白しとある。つまり、ただ一つの術しかわかっていないものが、のふである。日本で広く使われるようになったのは、何時のことか明らかでないが、定期往来に、やぶやくしという言葉が見えることから、 14世紀末から15世紀頃を目安として良いだろう、という。そして寺島良安、和漢三歳杖に至って、一般に、用意を、のフィと称するが、その呼び方は、天台士官から出ているという。思うに、のフとは、最終の非戦なもののこと、ただ一つの術だけを介し、一人だけを救い、それで、自分の両方は、優れていると考える類である。 大意になろうと志す者は、人へにいろいろな治療を見、広くいろいろな質を治療し、こうして道を体得するべきであると記される。森川巨六が1706年に編んだ風俗文献では、村によるヤブ医者の会にて、養父が語源とする説が述べられている。曰く田島国の養父に住んでいたという評判の名誉が語源であり、本来は名誉を指す言葉であったという。 現在の養父にあたる兵庫県野武市は、その名声を悪用して、養父医者の弟子を語る者が現れたことで、養父医者の評判が悪くなり、野武医者に変化したのではないかと話している。また、九段の名医とは、養父出身の旗本である、長島的世ではないかとしている。ただし、別称としての、野武の字はさらに古くから使われており、養父説は、学問的には、支持されていない。 洋服市ではこの説にちなみ、壁地医療活動を行う若手医師を対象にしたヤブ医者対象を2014年から行っている。ヤブ医者は英語でクワックドクターという、クワックという語はインチキなどの意味を持つ。この語源はコーランダ語の薬売りから来ており、彼らがごわだかに有効性が明らかにされてない薬を検限して販売したことから来ており、 現代のオランダ語では、インチキ薬売り、インチキ者の認識でも使われる。クワックサーバーの最初の語だけを残して、キリステリア語としたのがクワックである。ちなみに、オランダ語で、医師は、アーツ、ドークター、ドークテアーズ、ラテン語由来のメディカス、メディカという。古風な表現としては、ジェニーシェアという語がある。デクワックザルバーチョ、ボイマンスバンベイ人間美術館 AB。 やぶい者の、やぶって何、日本語、どうでしょう。上永明、ABC 宮武骸骨編、日本擬人名辞典50ページ偶辞書、やぶい者の語源は、養父の名医ご存知ですか養父氏は名矢部医、やぶい者の発祥地です。養父氏、いいまひろあきおんツイッター、賛成堂国語辞典編集委員による解説。第4回やぶい者対象表彰式。 記念講演会を開催しました。洋伏、ハーパー、ダグラス、クワック。オンラインエチモロジーディクショナリー。2015年11月6日。閲覧。ありがとうございます。